はい、アフタートークです。はい、リンゴ娘トキジョナが珍しくね、はい、2人来るっていうパターンで、うん、はい、ね、今日は蔵出しネタタタタタタということで ね、過去読まれなかったやつをいっぱい読むということだったんですけど も実はですね、トキさんに大喜利を出題したんですよ。トキさんにね、書いてもらったわけですよ、はい、これをね、皆さんクイズで、トキさんが何を答えたかというのをクイズなの。やってみましょう。むずそうだな。トキさんに出したお題はこちら、はい、つまずいたっていいじゃないか、人間だもの。これに一言加えて台無しにしてください。台無しにしてください。一言加えて台無しにしました。トキさんは、トキさんが、はい、じゃあ小野さんからいきましょうか。つまずいたっていいじゃない、人間だもの、みつお、あ、間違えました、ごめん、ちょっと待って、なんだっけ。あー、台無しだね。台無しです。ですね、なんだっけ、そうなったと。じゃあ続いては吉崎さんいきましょうか。つまずいたっていいじゃないか、人間だもの、でもつまずくこともある。ありそうだよね。じゃあメンバーのジョナさん、当たるでしょ、メンバーの人間なんだから、いや、つまずいたっていいじゃないか、人間だもの、でも、あなたが人間かどうかは分かりません。あ、いいそう、いいそう、そうだよね、うまい。じゃあ違うじゃん。じゃあトキさん、正解の発表を自らお願いします。はい、つまずいたっていいじゃないか、人間だもの、でもそうやって甘えてたらいつまでも一緒なんだよ。はい、正解になります。結構厳しめなんだね。そうだね、しっかりした意見だね、なんかちょっとこう説教してる感じのイメージで言ったわけですね、はい、というわけでまたこれね、機会がありましたら、トキさんが大喜利で何と答えるかというゲームを、はい、それはいいかもしれない、いいですね、はい、やりたいと思います。土曜はどんでした。はい、毎週土曜夜7時30分から放送です。はい、よろしくどうぞ。甘えちゃダメだよね。はい、甘えんな。